テンスイ格闘技 TV テンスイ始まりました。テンスイ森川です。ブッチャです。タイガーです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで本日のテーマお願いいたします。はい、2023年上半期最新ライジンフェザー級ランキング。はい、というわけで一番楽しいやつきましたね。これだけはずっとやりたいって言ってたもんね。ほんとね、これだけでいいんですよ。ランキング男の子大好きだからね。そうね、ランキング楽しいですからね。はい、うん、というわけでライジン41、ライジンランドマーク5、うん、そしてライジン42と、うん、終わりまして、うん、まあ一通りねフェザー級に関しても、うん、まあ一旦の区切りとか整理がついたっていうところと、うん、そうね、あと去年の夏ぐらいから実はこのランキングやってないんですよ。おー、そんなにやってないっけ。フェザーも夏からやってないんですね。嘘。そうなんですよ。だいぶ時間が経っちゃいましたね。うん、なので、まあ、そこからの、まあ、更新したねバージョンというところでやっていきたいなと思っております。はい、でこれはあくまでもライジンのランキングですので、うん、まあ、もっとね、違う団体で強い選手いるよとかってあると思うんですけど、うん、ライジン出てて、試合しててであくまでも勝ってる選手ね、うん、まあ、こうライジン参戦して勝ててない選手とかで、まあ、強い選手もいるんですけど、うん、あくまでもライジン出て、まあ、勝ってる選手とかでね、うん、その中から、ランキングをつけています。うん、であとこれねライジンの実績も踏まえてはいるんですけど、うん、その強さですね、レーダーチャートをつけて総合ポイントで並べたらこういうランキングになりましたよってものなんで、うん、まあ上の選手が下の選手に必ず勝つよとか、うん、そういうランキングではないので、うん、そこもちょっと踏まえてね見ていただけたら嬉しいなと思います。はいはい、はい、ではこのランキングはレーダーチャートを使って解説していきますので、まだわからない方はこちらチェックしてから進んでください。うん、はい、それでは第16位、はい、アンダーグラウンドエンペラー萩原恭平選手でーす。第16位、16位からスタートするなんて、まあ珍しいランキングですよね。相当ブッチャさんやる気ですね、こいつの指示だから。マジで16位ってすごいよ。聞いたことないから、うん、16位から始まるランキングなんてすごいよ、本当に。いやだって主要な人集めたら16人になっちゃったって、うん、しょうがないじゃないですか。もうとにかくね、この萩原恭平を入れたいと、うん、入れろ入れろって言われて、うん、いやでも15位までで入んなかったよって、うん、じゃあ16位まで入れろっつって萩原恭平選手。いや、これはね、俺たちの恭平を入れなくてどうする。いやいやいや、何のランキングすんだよ。まあね、うん、この前カイラーブン選手で勝ったしね。確かに、まあ入れたいっていう気持ちはありますよね、やっぱりね。まず解説したいというかさ、カイラーブンに勝ってたらもうランカーですから、ライジン。あ、なるほどね、確かに門番倒したからね。門番の門の中にいる人たち、門の中にいる人たち、うん、なるほどなるほどね、うん、はい、というわけでね、アンダーグラウンドエンペラー萩原恭平選手が16位にランクしたということで、うんうんうん、まあ、もちろん前回は、10位までのランキングだったんで県外だったということで、うんうんうん、はい、ちょっと見ていくと17っていう感じになりますと、うん、俺たちの恭平だぞ。はい、知ってますよ。弱いでしょこれじゃ。知らないよ、俺のせいじゃないんだよ。別にお前のせいじゃん。俺の打撃の評価が低すぎるだろ。これ誰がつけたんですか、これ。いや、ポイント俺だよ。じゃあそうじゃないですか。いや俺だけど、別に俺が勝手にこう萩原恭平はこういう能力値だって押し付けたわけじゃないから、萩原選手を見てつけたらこうなっちゃったんだから、しょうがないよ。それは押し付けてるんだよ。しょうがねえじゃん別に。もっと萩原の打撃フェザー級だったらもうトップクラスですよ。5以上はあると思うんだけど、まあ、確かにね、5行くのもありえるか。トップクラスだよ、うん、4.5 トップクラスだから。でも5ってつけちゃうとちょっと違うじゃんっていう。トップで、だってトップでしょ。いやトップクラスではあるけど、トップかって言ったらちょっと分かんないじゃないですか。そこは分かったよ。なるほど ねまあでもまだこれから上に15人もいますから、はい、うん、ここで揉めてたら揉めてたらもう、はい、あの何時間になっちゃうんだっていう話ですからね。はい、ちょっとやっていきたいと思います。この辺でいきましょう。はい、はい、それでは第15位、摩天楼の天狗佐々木うるか選手でーす。はい、やっとフェザー級で勝ちました。ボイドアレン選手に勝ちまして、うん、フェザー級の選手ってことでいいんですかね。じゃあちょっとややこしいんだけどね、うん、こうバンタムにまた行くとか、うん、バンタムからフェザーに上げたとかなんかいろいろあるからさ、あるね、あるね、ちょっとまあややこしいんではあるんだけど、うん、まあ、この前フェザー級で戦ったっていうところで、うん、まあ、こういう順位にしておきましょうと、うんうん、であとさ、なんかフェザー級の減量も結構な減量してたのよ。21キロぐらい減量してて今回、うん、言ってたね。そうで、なんかもう会見の時とかちょっとおばあちゃんみたいになってて、なんか、なんかやつれすぎて、うんうんうん、ちょっと大丈夫かなと思ったけど、まあ、しっかり勝ったっていうところもあるし、うん、まあ、ああいう減量見ちゃうとバンタムに行くっていうのはあんま現実的じゃないかなってところもあるんで、まあね、まあ、UFC の時はさ、フライで戦ってたんでしょ。そう、どんな体してるの。いやだから本当すごいよね。そう、しかも今回マックスさ87キロあったとかって言ってたじゃないですか、うん、そう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 、とんでもないですよね。だ今回だからマジででかくしたらしい体を、うん、そこからこうリカバリーしてもっとどんだけ増やせるかみたいなことをまたやってたんだけど、うん、
まあだから身長もめちゃめちゃあるしさ、確かに でかい選手だから、うん、まあフェザーぐらいでいいんじゃないかなと思うけどね、うん、まあそうだね、まあここがベスト体重でね、まあこれから活躍していくことを期待したいです、ね、はい、はい、それでは第14位、リングの支配者、ヤマスドミネーターサトシ選手でーす。はい、ドミさん来ました。めっちゃ下がってますね、前回9位から。あ、めっちゃ下がってる、めっちゃ下がってんな。やっぱ連連に負けたからここまで。そうだね、あと役者がちょっと増えたね、フェザー級はね。確かに、うん、だからもうどうしても、まあ、弱くなったとかこう負けたからっていうのもあるけど、うん、だけどそのいろんな人たちが入ってきちゃったから、うん、はい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 、グーって下がっちゃったみたいなところもあるんで、うん、まあ、こういう感じになっちゃうかなと思うんですが、はい、まあ、レーダーチャート的にもどうなんだろうな、まあ、打撃、ここでもさ、ドミさんのレーダーチャート、うん、俺いつも叩かれてんだ、そういう。そう、打撃が低いって、うん、うん、そう。え、でも打撃4ですからね、別に全然低くはないですよね、うん、そうなんだよ、うん、もっと高いってこと。日本の平均レベルが3っていう評価なんで、うん、はいはい、4は高いんだけど、うん、だけどやっぱドミさんってやっぱ人気ある選手だし、はいはいはい、すごい頭いい選手じゃないですか、うん、でそういう選手ってやっぱりこういうバカにそういう頭いい人がけなされてるみたいな印象を受ける方は多分多いんですよね、うん、そういう印象の話なんだ。なるほど。いや、そんなことないんですよ、うん、そんなことないんだけど、もちろんフェザー級のレベルが高いんでこういうね、通知になっちゃうかなっていうところです。それでは第13位、毛利一族のグラップラー、真島和正選手でーす。はい、というわけで真島選手も3ランクダウンっておかしくないですか。あ、この前勝ったよな、芦田選手にこの前勝ちましたよね。そう、そうか、それでダウンするのか。いや、だってその前がもともと3連敗してるんだよ、ライジンで、うん、ああ、まあそっか、やっと勝ったって感じでしょうね。そう、だから本当はこう弾き出されそうなとこだったんだけど、うん、今回15位までやってるから、はいはいはい、そう、そういうこともなってくるし、芦田選手ってそもそも結構さ、そのフェザー級の層の厚い中では割と下位の選手だったから、うん、そこで上げる要因になるかっていうとそこまではならないかなっていうところもあるし、まあ、なるほどね、うん、そういうところではあるんだけど、だけど実力はマジで半端ない、うん、このレーダーちょっと異常だ、やばいね。なかなかこの形の人見ないですよ。だいたいね、打撃とんがってる人が多いですけど、レスリングでこんなね行ってるのってなかなかないですもんね。そう、相性次第でさ、だからストライカーに対してはめっちゃ勝てると思うんだよ、ね、うん、ミクルだって負ける可能性あるよ、真島選手。そう、連連とかね、うんうん、確かに確かに、結構そことやってほしいみたいな声が、うん、結構さ、えげつない格闘技ファンからは結構あったんだけど、うん、そう、だから尊厳のレスリング力は多分日本トップの実力あるんじゃないかなと言われてる選手なので、うんうん、だからまあ順位はここだけど、全然上の選手にも、まあ、下克上というか、できる、あの、勝っていくことはできる、うん、そうな感じってことですよね。そうそう、はい、それも面白いですね、うん、はい、はい、それでは第12位、裸のガンを持つ男、堀江義則選手でーす。はい、どういう意味なの知らないあれ、これは公式だっけ。公式、あ、うん、これ公式か。なんか映画のなんか、そうそう、ね、映画はあるんですよね。そうそうそう、ね、うん、そこから撮ってるらしいんだけど、うん、まあ、要はこう裸でなんかこういろいろやってたわけじゃないですか。やってたね、過ち待ちをね。そう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 、うんうん、だそこでこうどういじろうかって考えた上で、なるほどなるほど、そう、多分こういうなんか知的にいじれば分かんないだろうみたいな、うん、雷神の多分考えだと思うんだけどそういうこと、多分そういうことなんじゃないかなと思うんだけど、うん、はい、というわけで堀吉野選手ですね、うん、まあ、4ランクダウンということで、まあ、前回8位だったんだけど、なんかね、そうか、前までずっと試合してなかったからなんとなく堀江はやばいみたいな、うん、なんかミクルも強いって言ってるし、そうだよね、そうだね、評判、なんか練習ですごい強いって評判もあるし、でもそれがこの前のケラモフ戦でね、少し幻想が剥がれたと思うんですよ。そうだね、確かに、まあ、USC 上がりっていうところもあったしね、そういう意味ではどんだけ強いんだみたいな感じで言われてた選手ではあったから、だけど、まあ、ケラモフが強かったかなっていう印象もあるからね、正直そこで評価落とすとこまで行ってないかなと思うんだけど、まあね、これ本当逆にさ、ケラモフに勝ってたらランキング1位ぐらいまで一気に行ってた可能性ある。確かにね、そうだね、確かに、うん、そうなんだよ。いや、だから惜しかったなっていう思ってるんだけどね。すごいな、ケラモフ選手に勝つか負けるかでそんなに順位が動くっていうのすごい、12位か1位、恐ろしいことですよ。すごい、もうこの何、団子状態というかさ、そう、まあ、本当それだけ選手層が厚いってことですからね。そうですね、うん、はい、それでは第11位、トップとのグラップラー、山本空選手でーす。結構高くない、なんか。確かにね。もうちょっと低くてもいいような気がするけどね。確かに。なんか山本空選手ってなんかグーッと一回上がってって、そこからこう徐々に落ちてきちゃってる感じではあるので、そうそうそう、もうちょっと下かなっていう印象も確かにするかな。うん、そう、だけど数値つけてったらもうこんぐらいになったんで。あ、まあ、やっぱ数値だからね。うん、そう。もう僕もよくわかりません、それは。数値が絶対だから。そうそうそう。たまにそういう人いるんですよね、なんか。
こうなんか足してったらこの順位になりましたとかっていう。そう、うん、そうだね。俺が悪いわけじゃないです、これは。いやいや、点数つけての先生なんでね。まあ印象的に見るとなんか高いかもなっていうような感じがするっていうことですね。うん、そうだね。なんか若くて運動量があるっていうところで、でしかもメンタル的にもね、そんなにこう引いちゃうような選手ではあんまないんで、まあそういう意味ではこういうチャートになってくるのかなって。だけど金さんが強すぎたんだね、今回。まあそうだね、確かにね。まあ怪我してたってのもあるし、まあ金さん強すぎたってのもあるし、まあだからまあしょうがないかなと思うんで、まあこっからね、まだ22歳だからね、なんて言っても。メザー級戦線で一番若い。そうだよね。そうだね。そうだから、ここからどんどん勝ち上がってくれると思うんで、まあ、そこにも期待したいかなと思ってます。将来はもう日本フェザー級を背負っていると思いますね。はい、はい、それでは第10位、野生の遺伝子中原良樹選手です。はい、初登場。はい、そうですね、もうまあ中原選手は、まあ、来年2連勝ぐらい一応して、で鈴木千尋選手と戦って、じゃあどうなんだっていうところで、まあそこで KO されちゃったっていうね、まさかのね、でめちゃめちゃストライキング強い選手なんですよ、で1でも5位っていうところまで行っていて、いや、すごいよね。そうだから、その実績とか、まあ、持ってるものみたいなところは世界でも認められてない選手なのに、鈴木千尋選手に負けちゃったっていうところで、だからそこが分かんないんだよ正直。鈴木千尋がめちゃくちゃ強かったのか、中原がそうでもないのかみたいなのが、正直なんか格闘技ファンたちがみんなんってなってる、こう中心人物というか不思議な選手なんですよね。ワンのさ、フェザー級ってライジンのフェザー級と比べて、どっちがレベル高いの？いやだから間違いなく選手層で言ったら全然ワンの方が高いから。そういうことやね。そう、いやもちろんだからトップ同士戦わせたらどうとかなんかそういうのはちょっと難しいけど、トータルのレベルとしてそう、高いから、だからその中原選手の実力とかっていうのは間違いないとは思うんだけど、何なのっていうところですね。だ本当にもっともっと順位高くてもいい選手ってことですよね。そうですね、はい、それでは第9位、美しきドブネズミ平本蓮選手でーす。はい、スーパースター、はい、10位以内まで入ってきましたから、はい、前回、まあ、県外っていうところで確かに入んなかったね。なんか入る入らないところでなんかちょっと一目あったような気がしますね。とかね、前まで散々いじられてね、平本蓮なんてみたいな感じだったけど、確かにフェザー級9位ですよ。確かに9位はすごいですよ、これだけの選手がいて、ね、はい、というわけで、まあ、レーダーチャート見ていくと、まあまた尖ったレーダーチャートですよ。本当ですね。だけどこの前見ていったら、やっぱレスリング、そのテイクダウンディフェンス能力の高さっていうのが、そうですね、そっか、4ってめっちゃ高いですよね。そう、まあ、これはねちょっと、まあリングとかケージとかっていろいろ問題あるけど、はいはい、まあ、ケージだったら間違いなく4ってつけてもいいかなと思うんですよ。で、まあ、これ格闘技関係者全員が驚いたあのパフォーマンスの高さっていうところで、まあ、こういうレーダーちょっとなってくるかなと。打撃6っていうのはもう圧倒的にすごいですね。そう、萩原恭平が 4.5 で、6ですから。確かに、ね、6だよ。6って一番高いんじゃないですかこれ。そうだね、そのライジンの国内につけられるレベルとしては一番高い、数値になりますね。なるほどね。しかもさ、レスリング力とか柔術力とのその連動がない中で、純粋な打撃力だけで6ってなってるのはもう相当突き抜けた打撃力ってことですね。そうだよね。そう、多分このレスリング4っていうのもさ、あのオフェンスっていうよりはディフェンスを評価しての4ですから、そうそうそう、実質ね、攻撃としてはもう打撃オンリーみたいな、ね、そこで6ですからね、やばい。実質8ぐらいですよ。実質8だね、と言っても過言ではない。全然意味わかんない。実質とか言われたんだ。そう、もうとにかくやっぱりね、そのテイクダウンディフェンスして、カウンターで待ってこう戦って当てていくみたいなスタイルっていうのは、まあある意味確立して、まあその倒されないストライカーの象徴みたいなところっていうのをね、まあ斉藤豊戦まではちょっと作ったところがあって、はいはい、でまあこれでこのスタイルどこまでいけんだっていうところで、まあ、斉藤豊選手に、まあ、イマジンブレイクされて、負けてはしまいましたが、まあまあ、まだまだこの幻想というか、このなんだ希望というかは続いてるかなっていうところはあるんで、ここからどうなっていくかっていうところすごく注目しますね。ちょっとメンタルが 3.5 っていうのが少し気になりますもんね、前までもう少し高く評価しなかったっけ。そうだね、やっぱり今回見てそのいけなかったところっていうのは、まあ、もちろん作戦とかってあったと思うけど、だけど別にその試合になったらさ、もう戦うのは自分だから、作戦を守ったら必ず勝てるわけじゃないし、相手もその作戦と全く違う、ことをやってくる可能性もあるわけだから、そこに臨機応変に対応してやっぱり戦っていかなきゃいけないっていうところはそこにちょっと欠けてたから。なるほど、まあ、そこを選べなかった、そこで、いやこの作戦じゃなくて俺はもう行くしかないんだってできなかった、やっぱ平本選手のちょっと弱さみたいなのが、なるほど、ね、ここにちょっとね反映させてるんですけど、メンタルってそこも含めてるんですね。その作戦の遂行力だけじゃなくて
その変化、そう作戦を変化させていく力も含めて、うんうんうん、メタそうだね、勝つために必要なことをやっぱり、うん、こう常に判断してやっていかなきゃいけないんで、はい、瞬時にね、うんうんうん、そういう意味ではこういう数値かなっていうところですね。なるほど、なるほど、ね、はい、はい、うん、はい、というわけでここまでやってきたんですけども、はい、まあこれだいぶ長いことやってきてしまったんで、うん、はいはい、この後は後編ということで、一本動画でやらないってことですね、はい、もったいぶりますね。いやー、貯めるねー、貯めるねー俺もお前の指示だから興味あんのかなこれみんな大丈夫かな次の動画見てくれますかね。いやだってこの後がマジで面白いんだ、さらに、うん、だってここまでで結構出てきてない選手、それこそライジンランドマーク5のさ、うん、ダブルメイン飾った選手たちが出てきてないわけですから、うんうん、ここから出てくるってことになってくるとさらに面白くなってくると思うんで、そうですね、はいはい、でもまあそれもそうですけど、あの次のこともすごい気になると思いますけど、結構ね今回のこのここまでの順位でも、うん、結構多分皆さんねご意見あると思うんですよ。あーまあそうかもね、うん、だってね、レンレンが結構ね上じゃないかみたいな話だったりとか、うん、結構出そうな感じはするんで、はい、ぜひね皆さんのコメントとかもねあのお待ちしたいなと思いますね。そうですね、うん、あの本当皆さんのコメントからこのランキングってできてるぐらいの感じなんで、うん、にしては反映されてないけどねそんな気はするけどね。いやでもね、コメントのことも頭に入れて、うん、あのチャート作ってんだよ。あー天水先生がね、うん、そうそうそう、傷ついたりとかしながらね、いろいろ傷ついたりしながら、うんうん、そうそうそう、だからどうしても自分のこう思いが入りすぎないように、うん、やっぱブレーキをかけてくれるコメントとかさ、うん、でもそういうのもあったりするからさ、うん、そういう意味ではね皆さんのコメントすごく大事なので、うん、ね、毎回みんなで作り上げてるランキングですので、うん、本当コメント大事なんでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ではね、また後編にぜひ期待していただいて、はい、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイテン、バイテン。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。